東京の新しいランドマークとなるのでしょうか。港区に52階建ての虎ノ門ヒルズが完成し、住宅部分などが公開されました。地上52階建て247メートルの虎ノ門ヒルズ。このビルの地下には虎ノ門・新橋区間を通る都道環状2号線、通称マッカーサー道路が走っていることで話題を呼んでいます。そのマッカーサー道路は 今後、新橋から豊洲まで延長される予定で2020年、東京オリンピックの選手村から虎ノ門ヒルズを通り、メイン会場の新国立競技場までを結ぶことから虎ノ門ヒルズには大きな期待が寄せられています。 1>, 1階から4階部分に店舗が入り、6階から35階、こちらにはオフィス、そしてその上、37階から46階、こちらに住宅、そしてその上、47階から52階にはホテルが入るという構成になっています。そのうちオフィス部分には広告代理店や製造メーカー、法律事務所などが入る予定だとということです。40階の住宅があるフロアにやってきました。 早速気になるトラノモンフィレのマンション入ってみましょう。まず床こちらご覧ください。大理石が敷き詰められています。とても高級感を感じますね。そしてその先リビングに入ってみますと、あーすごいご覧ください。東京の街を一望できる造りとなっています。都心の魅力的な眺めを楽しむことができる住宅部分は。 倉庫数個1部屋の参考価格は月額万円です。およそ140平方メートルで 2LDK とゆったりとした空間が広がるこちらの部屋大きな特徴は寝室にある広々としたウォークインクローゼットや何十足もの靴をしまうことができそうな収納スペース 外国人や富裕層をターゲットにしていることが大きな理由です。外国人が多く住む港区は、全国の外資系企業3,100社のうち760社があり、外国人にとっても人気のあるエリアです。このオリンピックというイベントというのは、やはり一週、まあ国際的にも最大のイベントでございます。えー、都市づくり、ハード・ソフト合わせて。 ある目標年度が2020年にできる、と、この2020年までにこれを作らなきゃいけない、2020年までにここを整備しなければいけない、こういったことでスピード感を持って、加速してできるのではないかと。東京の魅力を世界に発信する新たな拠点として期待されている、虎ノ門ヒルズは、今月11日にオープンします。